めでたく五木に米を分けてもらった松と利家はさらなる食材を求めてすり上げ原へと向かう途中、上杉謙信の居城春日山へと迷い込んでしまった。しかしそこで二人が目にした意外な食材とは。それがしの手を離すな松。松茸天国。私の技、破られるわけがない。行け我が分身たちよ。待つ、ほら待つがこんなに迷った甲斐があったというのに。さあ、見つからないうちに。前田殿、何をしているのですか。見つけた。忍びが守るこの城、生中身は落とせぬぞ。あんな嫁さん欲しいよな。遺言は済ませたか。山から攻め入る、なかなかの手だれだ。私どもは松茸を取りに参ります。松茸を、それはそれで許さない。違う、このままでは。よしね、よしね。何人たりともその前を走らせぬ勢いですな。この山の松たちには指一本触れさせない。松、この忍びいつなんだ。邪魔れ。できる、こやつ技に長けておりますぞ。私があの方の力に。世話のかかる殿方がおりまする。軍神がやられたか。しかし負けない。よしなに、名を上げようと思ったのに。おいでます、四郎丸。守りなさい、新規が見えますよ。無意にございます。よしなに、油断するな。待
ことより承知立てまする。仏さん、二の取り引だった。我が忠殺、今こそ見せる時。二の取り、これで敵の勢いもそがれましょうぞ。まだだ、攻め手を緩めるな。おいでませ、治郎丸。よし、隠れろ。お後がよろしいようで。よし、おいでませ、治郎丸。これ以上は私を切ってからだ。よしな、その者を倒したら褒美をあげましょう。ありがたき幸せ。よしなに、よしなに、よしなに。今日のご飯は何がよろしゅうござりますか。松に任せる、何でもうまい。待つ、それがしがついてるぞ。明日もご飯を作るため負けません。よしな、うん、まずよい。毘沙門天女、お守りくだされ。よしな、よしな。そのため、この松たけに命をかけるのか。来い。その力頼りにしていますよ。ご覧あれ。そうはさせない、そうはさせない。あの方、私の呼ぶ声が聞こえる。ただ松茸を取ろうと。たとえどのような理由があれば、この春日山を荒らすことは許しません。痛みなどこらえ、まだだ。私の追尾の技を破ると敵もなかなかやりますね。赤子のごとく、さすがは御大将。
の門弟に助けがありますよ。帰れ、お前の顔など見たくない。おいでませ、シロウ丸。後がよろしい。強い、これが食べ物に対する執念。よしな、いいえ、よしな、稲千代様への愛にござりまする。待つ、手加減は無用にござりまする。かっこいい、俺も。毘沙門天のご加護は私にあり。剣心さん、私が守る。来なさい、そなたはすでに私の手の中に。この山のものは御仏に捧げられしまう。そなたらが荒らしてよいものではありません。いいえ、もう引っこ抜いてしまいましたゆえ、あなたからも松竹への愛が感じられます。違う、これは松竹に対してじゃない。その程度で武士を名乗るなんて、とてもとても。相当お好きなようですね、松竹が。松竹はとても美味しゅうござりまする。降参するなら今だぞ。上杉殿の忍びもケチだ。ケチと言われて黙ってはおけません。お力を見せてくださいませ。お後がよろしい。見れば見るほど美しいお方。それだ松、上杉殿をご機嫌にさせて全くをもらうんだ。よしな、春日山の松茸は天下一にござりまする。よしな、さすがは上杉殿の山だな。その手には乗りませんよ。頑張れ松茸。犬千代様、ごっちゃになってござりまする。やめて。どうなさいました？力が入っておりませぬよ。竹馬が守れなかった。剣心様、後がございませぬよ。人はまこと儚き生き物。お後がよろしいようで。私もまだまだですね。これもまた戦、食材との戦にござりますれば、次も松目にお任せくださりませ。